ちゃっ、こんにちは。はい、はい、ゆたかさん、はい、はい、始まりましたクライマックスシリーズファイナルステージ。ああ、はい、はい、いよいよ、いよいよ ね、日本シリーズをかけてというね、うん、はい、阪神とオリックスはしばらくぶりの試合ですか。まあそうだな、うん、ちょっと間隔空いたから、うん、まあどんな調整をしてきたかのかなっていうようなね、うん、まあこの第一戦でわかると思うんだけどもね。はい、まあ星2つっていうことは、はい、まあ勝ったということだよね。そうなんですね、はいはい、ここね、あの丸がついた星はアドバンテージで1勝ついているので、ね、はい、4つ取った方が勝ちという、ね、日本シリーズに行くということなんですが、はい、はい、第一戦は今日行われましたが、はい、甲子園ね、うん、京セラで行われました、うん、さあ第一戦、看板ちいちゃんね、はい、はい、よろしくということで、まずはセリーグから、うん、そうです ね、では阪神のオーダーからちょっと見ていきたいと思うんだけども、阪神のというか阪神、まあ、広島のオーダーからね、はいはい、はいはい、こうなります。はい、どうでしょうか、はい、ある程度もうほとんど固定というね、うん、まあ何も変わらないという、まあ見慣れたオーダーということでしょうかね。まあまあそうだね、はい、うん、でピッチャー村上という、うん、まあ防御率第1位というね、はい、まあ、タイトルを取ったピッチャーという、はい、で広島の方は小園を上に上げてきたね、うん、3番にね、そうですね、それで西川4番、うん、まあ堂林が打ってたんだけども、まあ、西川を4番にして、はいはい、まあサヨナラヒットの秋山を、うん、あの5番に入れてきて、はい、田中康介、うん、あのこの前ね、タイムリーを打って、うん、まあ、入ってきたというね、はい、先発に。で、ニラサワ、はい、ね、ファーストで使いましたけども、うん、まあ、村上に対して非常に相性がいいということでね、まあ、大抜擢で使ってきたけどもね。そうですね、はい、で、ピッチャー栗ということで、はい、栗投手はね、まあ、この間先発ではないですけど投げましたよね。そうそうそう、まあ、うん、タフネス栗ということでね、はい、まあ、持ってきたけどもね、うん、はい、まあ、こういうオーダーで進みます。どうですかね、あの、まあ、予想通りというところ、まあ韮澤選手が、まあ、ポイントは一つここにもあるけどもね、うんうん、ただやっぱり小園とか、うん、あ、広島の方はね、はいはい、小園かな、やっぱり、うん、うん、がポイントを握ってると思うし、はい、まあ、阪神の方は里輝、うん、まあ、打ったら、まあ、チームが軽くなるというね、あとはやっぱこう 1,2 番が出た時の森下っていうのも大事だと思うよね、うん、なるほど、はい、はい、まあこうなってます。はい、はい、それでは試合、はい、はい、ということで、はい、はい、スコアはこのように第1戦はこうなりました。なりました、はい、ね、スコアはね4対1で阪神勝ちました。はい、はい、両先発ピッチャー初回、うん、すごく硬かったんだよね、うん、うん、でまあここもちょっと青印をしようと思ったんだけどもさ、1回表ですか、1回も表もしようと思ったんだけど、うん、まあまあ村上が珍しく、うん、3番の小園にフォアボールを出すんだよね、うんうん、でその前に先頭バッター菊池、うん、2ボールから菊池が3球目を振りに行ったんだけど、うん、あれがボールだったね、うん、であれがやっぱ立ち上がりボール2からだったから手を出さなかったらボール3になる、うん、そうなったらちょっと状況は初回の状況は変わってきたのかなっていうような、そうですね、あ、その1球のストライクボールっていうのはすごく大きいからね、初回立ち上がりね、うん、立ち上がりね、やっぱ硬さもあるだろうしね、村上投手を助けるような感じになる、まあ、ちょっと助けちゃったかなっていうふうに思ったけども、うん、はいはい、でその裏、うん、まあ、ポンポンとツーアウト取られ、はい、まあ、積極的にね阪神の方は打ちに来たんだけども、うん、まあ、ポンポンとツーアウトを取られ、うん、森下が三塁線を破ってツーベースヒットを出る、はい、まあ、大山は倒れたものの、うん、やっぱ森下、うん、後半戦から少し調子を落としてたんだよね、はい、だからこういう大事な試合でどういう入りをするかなっていうのは注目してたんだけ ど、 なるほど、まあ、森下にヒットが出たっていうことは、まあ、ちょっと安心する材料ではあったよね、うんうん、阪神側からすると、はい、で3回、うん、ね、回は進み3回、3回表、はい、はい、広島の攻撃ですね、はい、広島の攻撃でね、はい、まあ、ポンポンとツーアウト、うん、野間がフォアボール、はい、で小園の時に、うん、まあ、盗塁をする、うん、盗塁を仕掛ける、はい、で坂本が刺すんだよね、はい、まあ、見事な送球で、うん、盗塁を許さなかった、得点に生かせなかった、はい、しかし小園は追い込まれてたんだよね、はい、この時に、うんうんうん、うん、あ、次の回小園から始まる方が嫌だなっていうふうに俺は思ったのよ、この時に、うんうんうん、で小園をせっかく追い込ん
出たから、うん、まあ、小園と勝負でもよかったけども、うん、ただ盗塁決められて小園に打たれるのも嫌だし、うん、まあ、ここはちょっと刺したんだよね、まあ、どちらかってことですね。でもね、広島の方にとっては刺されても、うん、次小園から始まるからという、うん、ことはちょっと考えた盗塁で盗塁死になったんだよね。なるほど。でその4回、うん、まあ、小園先頭バッター、うん、うまく打ったね、膝元のなんかカットボールかなんかを、うん、ライトオーバーのね、フェンス直撃のね、はい、あのスリーベースになったけども、はい、あ、ノーアウト三塁、うんうん、それで阪神の守備位置っていうのは、うん、後ろを守ったんだよね。まあ1点はいいと、うんうん、それよりはつなげられてチャンスをまた迎える方が嫌だと。なるほど。だからもう1点やってもいいからどうぞみたいな感じだったんだよね。なるほど。まあ、その中で西川が三振、うん、はい、で秋山、うん、これもライトなんだけど、うん、いい当たりだったけどね、うん、風がなかったら行ったんじゃないかなっていうような感じの素晴らしい当たりだったけど、まあ、ライトに犠牲フライ、はい、まあ、この時も内野が下がってたけども、うん、まあ、この1点は犠牲フライの1点だから、うん、まあ、阪神はいいというような、まあ、感じだったと思うんだよね。でも先行されたのはすごく嫌だったと思うんだよ、うん、まあ、そうですよね、うん、でその裏、はい、2番から始まる高田順、はい、中野選手からね、中野ね、うん、中野がセカンドゴロ、はい、次の森下、うん、完璧に捉えた ね、 ねフルカウントからですね。あ、まあ、スライダーだったと思うんだけど、うん、レフトスタンドへ、うん、まあ、クリとの相性もいいんだけども、はい、まあ、見事に打ち返してすぐ同点にしたという、うん、まあ、逆に今考えればよ、この2番から始まる高田順で、うん、まあ、2、3、4、うん、もしくは1人出ても5番で里照で、うん、同点に追いつけなかったらちょっと嫌な空気が流れた、なるほど、と思うんだよ。点取られた後、点取られた後にね、うんうん、やっぱいい打順だからここでやっぱ返しておきたいなっていうこともあり、内野も下がってたと思うんだよね、うん、だからそういう意味では森下のホームランっていうのはすごく大きかったなっていうふうには思うね。なるほど、はい、はい、で5回、うん、表、はい、田中がライト前ヒット、うん、はい、ニラサワ、はい、ショートライナー、うん、まあちょっと惜しかったけどもね、うん、でクリが送ったんだよね、はい、うん、それでツーアウト2塁ですね。ツーアウト2塁、うん、で菊池、はい、まあ、珍しくまたフォアボール、うん、で俺は広島のポイントっていうのは野間だと思ってんだよね、はい、DeNA 戦から見てて、うん、でその野間を迎えたショートライナー、はい、うん、やっぱね村上がなぜ防御率がトップなのかっていうのが分かるシーンなんだよね、うん、やっぱ高めに行かないんだよ、うん、だからボールが持ち上がらないからショートにライナーを打ったんだけどこれが頭越えないんだよね。なるほど。やっぱ低いライナーになってキラミが取ることができたという、うん、うん、だからまあやっぱり悪いなりに今日村上絶好調ではなかったけども、うん、悪いなりにやっぱり勝負どころでは高く来ないねこのピッチャーは。なるほど。今回ショートライナーが2つですもんね、うん、そう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 、うん、だからあのニラさんもそうなんだよね、はい、高さがいいから頭を越えていかないというね、うん、だから見事なボールで危機を逃れたという、はい、でその裏ですよ。ワンアウトノイジーから始まって、うん、ワンアウト、はい、で坂本、うん、デッドボール、はい、そうですね、これねフォアボールとかデッドボールが絡むとやっぱ阪神ってそれを起点に攻撃を仕掛けている、うん、だから木浪がその初球見事にライトへヒット、はい、1・3塁を作るんだよね、はい、やっぱね木浪が効いてるわこれ。もうねあの、うん、8番ね木浪はねシーズン中から本当に効いてる。俺はまあ MVP が発表になってないけど影の MVP は木浪だなと思ってくる思っているぐらい効いてるんだよね、うん、8番で、ね、でこういうところできっちり打ってくれるでしょ、うん、でチャンスを作りさあ村上。そうなんですよね、うん、あの変えないとは思ったけど、はい、まあここでスクイズがあったりだとか、うん、セーフティースクイズがあったりだとか、うんうん、まあ、そういうことを仕掛けるかなと思ったらこれも初球ね、うん、あの一塁線を破るって、ね、これねちょっと股間のような気がしたんだよね一塁の、うん、なんかちょっとね見づらい感じ、うん、止めれたと思うんだよね。なんかねでも抜けていくっていうあたりがやっぱこう圧力というかね阪神の、うん、
まあそういうことで、2、3塁になる、はい、1点を取って、そうですね、タイムリー、ね、勝ち越してね、タイムリーツーベースということになりましたかね、はい、うん、で2、3塁になるんだよね、はい、で近本、うん、で1打席目、まあ確かにちょっと強い当たりを打ったんだけども、うん、2打席目あんまり良くなかったんだ結果はね、はい、ちょっと詰まり気味で、うん、やっぱ近本は勝負強いね、うん、こういうところでやっぱセンターにきっちり打ち返していくというね、で2点タイムリー、本当に村上もセカンドからよく走ってね、はい、あの帰ってきたけども、うん、このね阪神のこの下位打線はいやらしいね、まあここら辺はシーズン通りの戦いができてるよね、うん、で近本が盗塁をして、はい、まあ、チャンスを広げたんだけども、うん、まあ、結局この回3点を取って攻撃終了、うん、終了ということになったんだよね、はい、で7回、はい、7回の表ですね、はい、はい、村上を変えました、はい、で切り式、うん、ね、これなぜ変えたかっていうのは意図があって、うん、やっぱ他のピッチャーも投げさせておきたい、なるほど、こういう雰囲気に経験をさせておきたい、まあ、そういうことは意図もあったと思うんだけど、はい、切り式、うん、坂倉、田中、うん、連続三振、これね見事だよ、ね、すごい当たらないんだもんボールに、ね、だからボールは切れてるし、うん、これはいい調整してきたなって、で韮澤どうするかなと思ったらピンチヒッター堂林、そうです、ね、堂林右が出てきても三振ということで、うん、この回は三者三振、三者三振三者三振言えない三者三振、はい、これで完全に広島の勢いを止めた、うん、まあ、そんな感じがした、そうです、ね、あ、見事なピッチングでしたこれはね、はい、で8回、うん、で8回の表ね、表、はい、で石を出してくる、うんうん、でピンチヒッター松山、はい、やっぱ先頭でね使って、うん、やっぱなんとかチャンスを作りたい、はい、松山、うん、中野がファインプレーするんだよ、ね、あ、センター寄りの球をね取ってからやっぱ守りも乗ってんなっていうようなね、うん、そんな感じがするし、うん、で菊池を打ち取った後に、はい、左の野間を迎えた時に島本を持ってくる、うん、ね、あれ2人ってちいちゃん言ってたけども、そうなんです、いやこれは2つ理由があって、うん、島本をまずは最初に使っときたいっていうこともあったんだよね、うん、まあ、それと、うん、やっぱり DeNA 戦を見た時に野間がポイントになるっていうのは、はい、やっぱ岡田監督は感じてたと思うんだよ、うんうん、だから絶対今日打たせたくなかったんだよね、うんうん、で、あのよく言うんだけど寝かしといたままにしておきたいっていう、うん、起こせない起こせない、うん、だから島本を持って行って打ち取りにかかったんだよ、うん、で島本がセカンドゴロに打ち取るという、石井投手なんて2球でツーアウト、そうなんだ、本当に2球投げて変わったんで、うん、あらって思ったんですよね、うん、でも、うん、石井にとってはその2球だけど、うん、この場を経験できたっていうのはすごく大きかったと思うんだよね、うん、で島本もきっちり仕事ができたという、はい、うん、だから野間にヒットを打たせなかったということは、うん、すごく収穫だったと思うんだよね、うん、で、9回、はい、岩崎が出てきて、うん、まあ先頭バッター小園にねセンター前ヒットは打たれるものの、はい、西川、秋山、坂倉、うん、あ、坂倉には上本、そうですね、代打ね、西川、秋山、三振、うん、で、ピンチヒッター、上本、三振ということで、ね、ちょっと気になったのはね、俺思うんだけど、うん、上本が阪神戦にすごくいい打率を残してんだよね、うん、あんまり使ってないんだよね、ね、なんか久しぶりの気がしますね、うん、だから DeNA 戦も使わなかったしさ、はい、で初めてでこのシリーズで出てきたんだけども、うん、上本がどうなのかなっていうのがちょっと気になりながら見てたんだけど、うん、まあ、三振に打ち取られたと、そんな話もたまたましてましたもんね、そうだね、で快勝4対1いつの間にか、うん、で豊かの今日のヒーロー、そうそう後輩森下、ね、頑張りました、そう、もういっぱいいたんですけど誰か一人ポイントっていうと豊かのヒーローは森下選手、そうだね、うん、やっぱね先制点を与えたっていうことは非常に嫌な雰囲気だったんだよね、うん、ここで打順がいいってさっきも言ったけど、うん、あそこで追いついとかないとちょっと嫌な重い雰囲気が漂ったと思うんだけどもね、はい、その雰囲気を一発回答してくれたという、うん、ガラッと変えてくれたということ、うんうん、だから甲子園の
雰囲気も変わっただろうし、やっぱベンチにいる全選手、まあ、首脳陣も含めて、あ、これでいけるっていうふうにやっぱ確信を持てたホームランじゃなかったかなっていうふうに思うんだよね。だから森下よく頑張りました、うん、ね、ね、うん、ヒーローインタビューでもう全部勝ってみたいな、あまりこういうところでは歴史上あまり大口を叩かない方がいい、謙虚に謙虚に言っといた方がいい。まあ過去にもそういうことを言って、うん、どんでん返し食らったチームもあるし、いやだからそれは日本シリーズだったけども、はい、あまり抑えて抑えてね、敵を讃えてなんぼだから、だそのぐらいの気持ちでいいから、うん、ね、だからあんまりね、まあ若いからね、そうルーキーでね、まあ頼もしいけどね、そうですよね、うん、頼もしい、そういう気持ちがあってもね、うん、でいいけども、うん、やっぱねもう一つ感じたことは、はい、坂本、うん、調子が悪かったんだよ村上、うん、これなんで助けたかっていうと、うん、フレーミングで助けてた、あもうね見事だキャッチングが、うん、やっぱねボール気味のボールがねストライクになっちゃうんだよ、うん、やっぱ俺らも騙されるもん見てて、いやそれはすごく感じましたね、感じたでしょ、感じました、あうまいなと思った、うん、だから村上、まあ確かに勝ち投手になって、まあ調子が悪い中一生懸命投げて、うん、勝ち投手にはなってるけど、はい、やっぱあの坂本のキャッチングも助けたと思うわ、うん、もう見えないヒーローだと思う、もう一人の、うんうんうん、だから見事な、なんていうのかな、まあ快勝だったね、うん、でちょっと心配事は阪神の中で、はいはい、大山、里輝、ノイジーが、うん、この3人がノーヒットなんだよね、なるほど、あだからまあ一つきっかけをつかめばこの選手たちっていうのはポンポンと出ていくタイプの、うん、選手だけにね、はい、まあ、早く1本打ちたいよね、なるほど、うん、はい、だからまあそこら辺がちょっと課題ということと、うん、広島の方はやっぱちょっと西川がちょっと状態が悪いっていうのと、うん、まあ坂倉もあんまり良くないんだよね、そうですね、うん、だからまあここら辺をどうするかという、うん、ね、うん、まあ調子が上がるのを待つまでに終わっちゃったりとかするケースがあるからね、うん、だからまあここら辺がちょっと心配どころかなっていうふうには思いました、はい、はい、まあ明日は伊藤将司というね、うん、まあ2勝0敗、うん、広島に対してはね、うん、抜群の強さを誇ってる、ねね、で広島は大瀬良かな、そうですね、うん、大瀬良投手、まあエースね、うん、やっぱ頑張ってもらわないと困るね、本当ね、はい、はい、まあセ・リーグはそういう試合でした、はい、ね、はい、続いて、はい、パ・リーグいきますか、はい、パ・リーグいきます、はい、まずオーダーから、はい、はい、はい、こうなります、こうなりましたね、はい、はい、オリックス、ロッテ、それぞれのオーダーですがどうでしょうか、はい、まあそうだね、うん、珍しくなんかセデーニョ、ゴンザレスを入れてきたというね、うんうんうん、あの外国人をクリーンアップというかこう上位で使ってきたというね、はい、セデーニョ選手が、DH ということですね、そうだね、うんうん、で、まあ、両チームとも4番がね DH ということですね、まあまあそうだね、うん、で、まあ西野を使いセカンドでね、はい、はい、まあそんなに変わり映えはないけども、うん、まあそうだな、まあここら辺は重量打線ということだよね、うん、で杉本をこう普段だったら6番7番だけども5番に上げてきてるというね、はい、はい、先発は山本投手、はい、山本ね、ロッテは三馬投手、はい、はい、でロッテの方はやっぱ角中を3番に入れてきて、うん、あここら辺の流れはなんかすごく、うん、まあ岡までの流れっていうのはいいかなっていう感じがするよね、はい、はい、今日はキャッチャーは松川選手ですね、うん、はい、ね、はい、まあ、そういう試合でした、はい、ロッテはね、まあ、間がメンバーね、はい、空いてないのでね、中1日、まあそうだ ね、 ね、なのでね、ちょっとね、投手のやりくりがやっぱ厳しいと思うんだよね、ロッテですか、あ、うん、だからまあどうなるかね、今日はね、はい、で結果はこうなりました、はい、オリックスが8対5で勝ちました、はい、まあ、意外と打撃戦になったというね、そうですね、先制点はロッテでしたもんね、で始まる前に、うん、その山本、うん、対山本、はい、ね、チーム打率1割3分8厘、うん、94打数13安打、うん、打点は2という、なんかすごい、すごいよね、すごい数字ですね、いやだからもう完璧に抑えられてるわけよ、うん、ね、うん、はい、じゃあ初回、ね、はい、3点
いきなり。いきなり。やっぱね、あの勝ち方の勢いが、うん、残ってるぞっていうような、本当そうですよね。繋がってるぞっていうような、うん、いきなりね。うん、まあ、大木野がピッチャーの内野安打、うん、これはね、山本にしては珍しいんだよね。うん、山本って投げ方もいいからフィールディングもいいはずなんだけど、うんうん、少し立ち上がり硬かったかなっていうような感じがしたんだよね、うんうん、で藤岡は続く、はい、これもピッチャー返しなんだよ、うん、これがまた抜けていくんだよ ね、 ねあれ取れなかったかっていうのがやっぱ抜けていくんだよ、うん、だからこれがやっぱりロッテの勢いかなと思って、うん、さあどうする、はい、と思った時に角中3番、はい、いやもうそのまま強行に来るかなと思ったらこれはなぜかというと、うん、ポランコがオリックス戦本当に打ってないんだよ。なるほど。で山本に対してはからっきしだめだったんだ、はい、だからもう角中と勝負かなと思ったら、うん、ここをきっちり送ってきた。大事にね、うん、で角中もきっちり決めた、うん、大事な試合でね、はい、そしたらポランコ、はい、右中間にツーベース、うん、え、まさかと思ったけどいやこれポランコに悪いけどさ、うん、本当にオリックス戦打っててないのよ。なるほど、うん、だけどこれで2打点を挙げてくれたということ、ね、でいきなりですよね。いきなりだよね、うん、で安田、はい、ね、セカンドの内野安打、うん、これセンターに抜けようかっていうのを西野が飛びついて、はい、うん、抑えてくれたんだよね、うん、だから点にはならなかった。でポランコも進まなかった、うん、だけど岡、はい、センター前ヒット、うん、みんなセンター方向に打ち返していってんだよ ね、 ね、うん、これで満塁、ね、満塁、うん、で山口がショートのちょっと深い位置にね、はい、ゴロを打ってゲッツー崩れの間にもう1点取るというね、はい、で都合3点を取った、うん、おおこれはやるぞとね思ったよ。いきなりこう初回でヒット5本で3点、まあ、こんな攻撃されたっていうのは山本ではあんまり見たことないけどね、うん、だから山本の状態も悪かったね、うん、ボールが珍しくシュート回転してたから、はい、やっぱなんかこうバランスが悪かったりだとかそういうことはあったんだろうね、うん、はいはい、で3回裏、はい、オリックスの攻撃、はい、宗、うん、岡がセンターライナーをファインプレーする、ねね、うん、これはすごいプレーだったんだけども、はい、これなんで扱ったかというと、うん、中川がデッドボール食らったんだよ右手に、うん、あこれやばいぞと思って、うん、なぜかというと中川ってシーズン中からさ、うん、もうマルチなんだよね。そうですね、いろんなポジション打てるんだよね、うん、だから中川を失ったら本当大変なことになったんだけど、うん、だけどまあ出てきてくれてね、うん、まあ、助かったというシーンだからちょっと喋りたかったんだよね。なるほど、はい、うん、でまあ事なきを終えてね、はい、その後もプレーを続けたけども、うん、まあ良かったなっていう、はい、思うの、はい、ね、で4回、うん、それまでに美馬にね、うん、抑えられてたんだ、うん、まあいい当たりはあったんだけど、はい、3回投げて、うん、森の1本だけしかヒットが出てないんだよね、うん、で4回、攻撃前に円陣を組んだんだよ、はい、ね、うん、でどういう指示なのかなと思ったら、うん、森がワンアウトを取られる、うん、ワンアウトランナーなしからセデーニョ、はい、ライト前ヒット、うん、ね、杉本セカンドフライ、ツーアウト、うん、ゴンザレスフォアボール、はい、紅林、はい、タイムリーツーベース、うん、ね、右中間へ、はい、で宗がレフトに打って都合3点を取るんだよね、はい、このねやっぱり各バッターが反対方向に打ち出したということ、うん、このヒントになったのがやっぱ森の初回のヒットなんだよ、うん、森も流して左中間にツーベースを打ってんだよね最初の打席に、うんうん、で円陣を組んだ時に美馬はいろいろ多彩だからやっぱ引きつけて反対方向引きつけて反対方向っていうのを多分指示したと思うんだよね。うん、でそれで見事に同点に追いついてる。なるほど。でねその指示を出して、うん、それがみんなができるっていうのがやっぱ優秀な選手が多いなと思うよね。なるほど、うん、だから破壊力という面ではさそうは感じないんだけどもやっぱそういうチームで決め事を作った時には徹底してできるっていうことがオリックスの強みかなっていうふうに思うんだよね、うん、で6回、はい、
まあ、同点に追いつきました。はい、ね、さあ次の1点どう取るかっていうね、はい、で6回に山口がレフト前ヒット、うん、松川バントのサイン、うん、遅れるかと思ったけどきっちり送ったね、うん、で中村三振、はい、で荻野がセンター前ヒット、またセンターで、うんうん、で、1点勝ち越し、はい、そのおとりとなって荻野はランダムプレーで、うん、アウトを取られるけども、うん、まあ、山口が生還できたということ、うん、よーくこれ勝ち越したぞと、ね、それまでね山本が少しずつ持ち直してきてたんだよね。なるほど、うん、だけどやっぱこう球数も最初から多かったしさ、まあ、疲れもあったと思うんだよ、うん、それと状態的にはそんなに上がってないんだけどもなんとなく抑えてきてたという、うん、だけどやっぱこうベテランを逃さなかったというね、まあそういうシーンだけども、はい、でその裏6回、うん、ね、ピッチャー中村に代わる、はい、でねこの中村がね状態があんまり良くなかった、うん、やっぱそのリリーバーでロッテは勝たなきゃいけないんだけど、はい、やっぱあんまりこうピッチャーを変えるとやっぱその中で調子の悪い選手もいるわな、うん、それが今日中村だったね。なるほど。でセデーニョにフォアボール、うん、で杉本、はい、右中間に、うん、タイムリーツーベースヒット、うん、これで同点になる、はい、でねツーボールから、交代するんだよね、うん、東に、はい、で初球ワイルドピッチ、うん、でランナーサードになる、はい、ね、うん、杉本が進むでフォアボールゴンザレスの時、はい、分かるかな言ってることが、はい、うん、だから結局ゴンザレス選手が打席の時に、うん、ツーボールから東に変えるんだよね。はい、で東に変えた初球がワイルドピッチになっちゃうんだよね、はい、でそれでランナーが杉本選手が三塁に進む、はい、でその後ゴンザレス選手はフォアボールになり、はい、一三塁ですね。そうだね。で続く紅林、うん、ね、ライト前ヒット、はい、うん、で、ね、都合4点を取るという ね、 ね、はい、うん、まあ見事なね畳みかけの攻撃なんだよね、うんうんうん、7回、はい、やっぱ諦めないロッテも、うん、ね、諦めたら終わり、まあ、藤岡ヒット、はい、これもまたセンター前、うん、で角中、うん、引っ張ってライト前ヒット、はい、これでまた1・3塁を作る、うん、ノーアウト1・3塁、うん、ね、でポランコ、うん、ライト行ったかなって同点かみたいな、ね、感じがしたんだけども、まあ、ライトフライ、うん、で犠牲フライで1点を取るという、はい、これがねヒットでつないだらねちょっとわからなかったんだけど、うん、まあ、犠牲フライ、まあ、点は入ったけども、うん、犠牲フライだとちょっと勢いがつかなかったねこれはね、うんうん、で安田が463のダブルプレーでこの回1点止まりという、うん、いうことだったんだよね。はい、はい、で8回、うん、表、はい、ね、ロッテの攻撃、うん、山崎総一郎が出てきた、はい、ね、誰が出てくるかなと思ったら、うん、で岡にライト前ヒット、はい、山口三振、はい、松川レフトフライ、あ、これ佐藤だ、はい、代打ですね、うん、レフトフライ、はい、で中村三振という、うん、なんだ先頭バッター出すけど もう完璧じゃないかって、うん、まあ、思うのと、まあ、8回裏、ね、うん、ツーアウトから宗ツーベースヒット、はい、はい、ここでピッチャー変わってますね、ああ鈴木にね、はい、ああ鈴木に変わってて、うん、ツーアウトから宗がヒット、ツーベースヒット、はい、若月が、ライトオーバーのツーベースヒットで1点を取るというね、はい、うん、でまあ大体これがダメ押しになったよね、うん、で9回は平野が締めて、まあ、8対5と試合という試合だったんだけども、うん、今日のヒーロー、はい、紅林、はい、豊かの今日のヒーローは紅林選手、はい、これはなぜかというと、はい、やっぱこうなんていうの、この3点を取るときに、うん、まあ口火を切るというかさ、はい、よくやっぱここでゲッツーとか打ってたら、うん、もう試合って本当にねロッテのペースになったと思うんだけど、うん、やっぱこうエンジンを組んで反対方向っていうことを、うん、やっぱ俺しっかり守ったんじゃないかなというふうに思ってて、うん、
でこの紅林がもう2点タイムリーで取ってくれたということが、はい、やっぱ次の宗にもつながってるしね、うん、で硬さをこう払拭するような、まあ、一打になってくれたということと、うん、やっぱり6回にもやっぱライト前ヒット、うん、東から、はい、やっぱ打ちにくいよ東って右ピッチャー、うん、あ右バッターはね、うん、だけどそれをつけてライト前ヒットを打って、4点5点目を挙げてくれたというね、うん、そうですね、うん、だからまあそういう意味では、まあ、紅林があのよくつなぎのタイムリーヒットというかね、うんうんうん、打ってくれたかなっていうふうに思います。はい、はい、ね、なるほど。それでね、うん、俺思ったのが、うん、やっぱオリックスっていうのはゲーム感、うん、あのから試合の感覚っていうのはそんなに最初掴めてなかったと思うんだよね。ちょっと空いてたっていうことで、そうそうそう、それエンジンを境に、うん、やっぱねみんなが反対方向にとにかく丁寧に打っていこうっていう、うんうん、まあ姿勢が現れて、うん、これヒットのね、あのなんていうのもこう方向性を見たら、うん、まあ ほとんどと言っていいほど、うん、あの逆方向って言うんだよね。うん、うん、だから非常にそういう表現ができるなというね、うん、いうことと、やっぱロッテは5点取ってる、はい、あの勢いっていうのは俺はまだつながってると思うんだよ、うん、ただピッチャーが今日は頑張れなかった。なるほど。これなぜかというと、やっぱ先発の美馬も今年レギュラーシーズン4点台の防御率なんだよね、はい、うん、だから一つの賭けだったと思うんだけども、はい、やっぱそのリリーバーもやっぱこうここら辺で3点を取られた勢いがどん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 出てくるよね、うん、それを抑えられなかったというだけで、はい、やっぱ先発ピッチャーがある程度6回まで、うん、あの投げれれば俺はなんかまだ勢いがつながってるんじゃないかなっていうような気はする。なるほど、うん、明日負けたら知らないけどね、わからないけどね、わからないけど、いやだけどまだまだその打線という意味では、うん、やっぱりいい打線、状態も上がってきてるし、うん、だからピッチャーがちょっと頑張れば星を拾えるんじゃないかなっていう ね。だって山本から5点取ってんだもん。そうですよね。そう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 、今日山本投手10安打、うん、打たれてますから ね。だからまあ食らいついていけばね、うん、まあ、5点取れる打線があるんだから、うん、ただやっぱオリックスはじわ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 来る ね。いつの間にかいつの間にか8点取ってるっていう。そうなんですよね、本当に。だからその怖さというか脅威というかさ、うん、そういうものはなくても、うん、なんかこうじわ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 こう攻め寄せてくるな。本当ね、初回ロッテが3点取ったっていう時には、うん、あこれはいけるぞと思うけども、うんうん、なんかこうスクラムを組むとラグビーでなんかじわ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 押されてるというさ、うん、まあそんなチームだね。はい、はい、明日はね、はい、オリックス田島投手、はい、ロッテがメルセデス投手。そうだね、ね、左同士ですか、うん、まあそうだね、うん、だからまあメルセデスもハマったらね素晴らしいピッチングをするピッチャーだけど、うん、まあ、田島もいいからね、力あるし、ね、うん、だからまあどういう試合になるかわからないけども、うん、まあやっぱ阪神とオリックスは強いなっていうのがこの1試合目でなんとなくわかるな、ありましたか。 あったね、はい、だって2チームとも勢い持って乗り込んできて、うん、でもそれを跳ね返すだけの力がねやっぱ阪神にもオリックスにもあったということだから、まあただやっぱ勝負は何が起こるかわからないからね、うん、まあ最後まで最後まで頑張ってほしいと思います。今日1戦目ですから、ね、まあ、そうだね、はい、はい、また明日もお伝えします。はい、はい。